愛欲相当外は、アンソニー・コールドウェイの脚本、アーチー・メイヨの監督により、ワーナー・ブラザースが、サイレントのドラマ映画として1928年に制作したアメリカ合衆国の映画。出演者は、マーナ・ロイ、アンナ・メイ・ウォン、上山総人、ジョン・ミルジャン、レイラ・ハイアムズ、リチャード・タッカーらであった。この作品は、バイタフォン方式のトーキーであり、 音楽や音響効果は音盤に記録されていた。1928年4月7日に、ワーナーブラザース映画から公開された。主演呪ロイのサイレント映画時代の配役は、多くが、バンプないし、ファムファタールと称されるような洋服であり、アジアないしユーラシア系の人物を演じることも多く、それが、私のエキゾチックな、非アメリカ的イメージを固めたみたいと、 当人も後に改装しているが、本作は太平洋横断、黒時計連帯、砂漠の歌などと共に、そのようなイメージの確立に関わった作品であった。中国で石油の開発に当たっているイギリスの会社の支配人、リチャード・ブランドは、ハウエル・少佐の娘ナディンに求婚していたが、彼女にはすでに言い名付け、グレゴリー・ケントがいた。ケントはイギリス貴族ながら、 高金横領の権威を受けて中国へ逃れ来ていたが、同じ中国にいるナディンに会いに行くことができなかった。ケントがダガー風の経営する酒場、千の剣の家へ立ち寄ると、主人風が奴隷娘ナントイを接棺していた。風が金持ちの客信酔いにナントイを売り渡す商談をしている間に、彼女が逃亡を企てたのだ。ケントはこれを丸く収めようとするが、 彼には金もなく、結局点から追い出される。ケントは落胆して、投身自殺を図るが、南都医に助けられる。しかし、ほどなくして、南都医は風に再び見つかり、捕らえられる。折から、ケントの潔白を立証する書類がイギリスから、もたらされた。ブランドは、風と図って、この書類を奪おうと加え立てる。映画ドットコムのデータによるが、役者の人名表記については、 より一般的なものに置き換えている場合がある。公開当時のものがそのまま保存されていることが知られている。唯一のフィルムはアルゼンチンのブエノスアイレスにあるパブロデュクロス必見映画博物館にある。この映画の予告編のフィルムはアメリカ議会図書館の所蔵品の中にも残されている。ありがとうございます。